というわけで今日は原宿に来ております、ご存知ダンサー御用達ショップ、ダンサーズコレクションですね。今日はここで、B-boy 系の DJ DJT のバースデーパーティーということで、ね、ちょっと中に入ってみたいと思います。それでは行きましょう。ありがとうございます。ケンさんにいらしていただいてすげえ嬉しいです。本当にもうなんかパーティーいつも顔出していただいて光栄です。本当に顔出さなきゃなと思ってね、ちょっとね嬉しいです。本当にどうですか今日、楽しいですか？楽しんでますね。あ、本当これからちょっとお酒飲みますけど。 ありがとうございます。はい、飲ませていただきます。飲みましょう。乾杯しましょう、うん、さあ、おやじ TV2 度目出演です。 DJT です。じゃあ、ありがとうございます。もう今日は本当に来ていただいても、来ていただいただけでも恐縮なんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと緊張したよね。改まると、はい、50になりました。はい、そうなんですよ。一応、50って言われて、今日はですね、実はうちのホームパーティーだと聞いてたんです。はい、自分の家にですね、俳優たちがちょっと来てくれるっていう手で、もともとそういう話だったんです。で、蓋を開けてみたら、まあ、1週間ぐらい前に聞いて、ダンコレで来るよって、で、大々的にいろんな人が来ますって聞いて、ちょっとすごい恐縮してるんですけど、本当に、まあ、ありがとうございます。本当、はい、はい、これは、はい、用意してもらいました。はい、じゃあ、しばらくいただきますんで。はい、ありがとうございます。はい、はい、後でブレイクタイムもあるみたいな。あ、
わかんないんですけど、やんなかったら嘘だなと思います。はい、出てくださいね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、アテンションプリーズ、アテンションプリーズ。はい、みんな聞いてくれ、みんな聞いてくれ、おい、みんな聞いてくれ。そして DJP、 ここに座ってくれ。はい、おしっこをさっき言っときなさい。おしっこをさっき言っときなさい。そしてみんな DJP がここに座ったら静かにしなさい。ちょっとうるさいわっていう状態になるから、静かにして、みんなこのスクリーンに注目して、でスクリーンに注目したら、あのちょっとあの英語力ないやつは、あの英語力あるやつの横にちょっと立って、あれなんて言ってんの、あれなんて言ってんのってとりあえず聞いて、で、あ、そうなんや、ああやって言ってんねや、へえっていうの分かったら、そのままあのテレビに言われるまま、みんな首をこうやって動かしてくれたら、この後全部うまいこといくから OK。 でちょっとみんなにお願いのある、恥ずかしがるなよ。あのやらなあかん時にはやらなあかんから、このはいっていう時にみんなそのヒップホップってやっぱピース、ユニティ、ユニティ団結大丈夫、大事やん か、 だから団結力をちょっと高めでみんなちょっとやってください。であのちょっと今左パッて見た先輩、大先輩いてたから、あのちょっと年上とか年下とか、このこういう時だけちょっと一回なしにしようか、一回な。だからあのコーディーが別に俺のことケンちゃんって言ってことでも全然大丈夫やから、はい、帰ってきたよ。はい、みんな注目して、はい、静かにしてください、静かにして、静かにして、はい、行きます。3 3 2 1、レッツゴー。ちょっとごめん、頭見えへん。嘘つかない。All the way from Japan, King Sei!